北手葉北手葉は、蝶目、縦葉蝶下に分類される蝶の一種。和名通り羽の表が黄色の縦葉蝶である。成虫の前肢蝶は2.5から3センチメートル前後の中型の蝶である。羽の縁には大小の突起があり、先が尖っている。羽の表側は前後とも黄色で、褐色の縁取りと黒い斑点がある。また、甲師の表の黒縁の中に、 水色の小さな点がある。夏に発生する成虫はくすんだ黄色で、縁取りや反転が黒っぽいが、秋に発生する成虫は、黄色の部分が鮮やかな山吹き色で、褐色の縁取りが薄く、黒い反転も小さい。一方羽の裏は、前後とも赤褐色で、枯葉に紛れる保護色となる。また、講師の裏には、C 字型の小さな模様があり、学名の シーアウレウムはここに由来する。インドシナ半島から中国、台湾、朝鮮半島、日本まで分布し、日本でも北海道西部から種ヶ島まで幅広く見られる。成虫は、早春から晩秋まで見られ、その間に2回から5回ほど発生する。花や樹液、腐った果実などに集まって汁を吸う。冬は、成虫で越冬し、物陰でじっとしている。冬季にたまに、 日光浴する姿を見ることもある。幼虫は、クワカノカナムグラを食草とし、葉を糸で閉じ合わせて、巣を作る。若い幼虫は黒い毛虫だが、成長するにつれ枝分かれしたトゲが、全身に生え、修霊幼虫になるとそれらのトゲが大々色を帯びる。トゲは、ゴム状で触れても問題ない。食草カナムグラは、 どこにでも生える野草であり、市街地でも頻繁に見られるのはこのためである。ありがとうございます。